こんにちは。今回は装飾品が揃ってないと弱いと言われるドラゴン一式を装飾品ゼロで使ってみました。装飾品ゼロだとスキル構成はこんな感じですね。では行ってみましょう。開幕ぶっ飛ばしからの傷つけからのぶっ飛ばしをやりたいところですが、スリンガー装点数アップがないのでぶっ飛ばし後は傷つけて怒り移行させます。攻撃なしの新ためだと会心ありで1200ダメくらい。攻撃会心で2000ダメくらい。兵器ダウンは取れませんが、この後バリスタを撃つので、抜刀、強ため、新ためのコンボで早めに切り上げ、煙を使って胸に傷を入れます。一方的になるので多用したくないですが、撃たるのも辛いので煙で止めてぶっ飛ばします。
納め刀術ください。回避性能三夜像。
納め刀術ください。ちょうどいい位置に来てくれたので煙で止めて槍を当てに行きます。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。火力はご覧の通り全然出ませんが、匠と回避性能のおかげで快適性は多少あります。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。